ヨワとして、著者司馬遼太郎。文藝文集話のくずかご13。武士と言葉。さようでござると歌舞伎などで武士が言う。江戸落語で武士を演出する場合も四角張って、例えば巌流島で武芸自慢の侍が孫公も両刀を束さんでおられるなら、無駄と手をつかねて拙者に切られてもいたすまい。さあ真剣の勝負をさっしゃい。炎章前週と同州の武家のご隠居に絡んでくる。拙者さよう、孫公しからばという言い方が江戸時代の武士の標準語というものであろう。ところが全ての武士がこんな言葉を使っていたのではなく、例えばそれポコペンありますとこうしゃべると、概念的中国人が現れ出るように、芸の世界で武士を演出しようとすれば、前に掲げたような言葉を使わせると、ああ今のは侍だなということが誰にでもよくわかる。といって、個々の生の武士がこういうまるで社説のような文章言葉を日常使っていたわけではなさそうであり、かといって架空の言葉でもない。この間のあやち、区別がややこしい。それよりも、一体標準語というのはいつごろできたのであろう。普通に言われているのは、維新後、江戸山手の旗本屋敷で使われていた言葉が主軸になってできたという。ところが、さようでござりまするが、そうですと簡略化された。両親への呼びかけを父上様、母上様というと、大層重々しいために、お父さん、お母さんという、日本史上、どの時代のどの地方にも存在しなかった不思議な言葉が新たに造語された。要するに、明治の地小学教科書編纂の仕事が進むにつれて、標準語が出来上がっていったと普通言われている。しかし、日本語に標準語が出来上がったのは明治からではなく、もっと前の室町時代であるように思われる。室町言葉が標準語であったようである。今日に政治の中心を置いた室町幕府は、在郷の武家という本来粗野な存在に対し、行儀作法を強制することによって、その野生の猛気を抜こうとした。いわゆる小笠原式という武家礼法が政権の意思で作られたのもこの時代であった。この室町礼法がすぐ京から地方の守護大名に普及し、武家貴族である以上、この礼法を身につけていることが第一条件のようになった。礼法には当然言葉がついて回る。例のある言葉が礼法の家元である小笠原家や伊勢家によって作られ普及した。この言葉が前に掲げた江戸武士の標準語の原型であったであろう。徳川幕府もこの礼法を必要とした。家康は京から小笠原常直を呼んで、徳川家の礼式を司らせた。室町期の守護大名が京へ上って将軍に拝謁したり、御殿で他の貴人や官人と交際したり、会話を交えたりするのは、皆この礼式によっており、徳川家の大名が江戸城に投影する時も同様である。その礼法や格式言葉が国々でも大名の御殿を中心に広まり、仮想に及んだ。そういういきさつで出来上がったのが、落語巌流島で使われているような類の侍言葉である。つまり標準語であるとともに礼儀語でもある。だから武芸自慢の侍が渡し船の中で武家の隠居を捕まえて喧嘩をするとき、実際にはこんな言葉を使わず、
もっと自分の感情を表現するのに適した口語を使ったであろう。要するに、さようしからばござるは多分に典型表現に必要なポコペン言葉なのである。明智光秀という人は初老の年になって織田家に仕えるまで諸国を流浪した。伝説では薩摩まで下ったというし、分かっている範囲でも京に長くおり、また越前の修行大名朝倉家にしばらく客分のような形で仕えたりしている。彼は美濃時家の士族の家に生まれたのだったから、室町風の礼式言葉を身につけていた。今日世界旅行をするのに英語が話せればなんとか用が足せていくように、戦国期は室町言葉さえ知っておれば東は津軽から西は薩摩まで旅行できた。ただしこの時代、国々がそれぞれ方言を持っており、その方言に耳慣れぬ者にとっては外国語に等しい。下層の労働どもや農民はこの方言しか使わない。明智光秀の室町言葉も在所のこういう連中には通じにくかったであろう。ただこういう土臭い連中も狂言の普及のおかげで耳を懸命に傾けていれば、なんとか光秀の唇から出る言葉が分かったに違いない。というのは、狂言における口語日本語は光秀の室町言葉とほぼ同じなのである。ところで織田家は土豪の世界であった。織田家だけでなく、当時地方の土豪列親から身を起こした新興大名やその家来どもは多くを土豪しか話せない。尾張生まれは尾張弁以外に言語はない。例えば天下を取っていた秀吉が大阪城内で能を見物した。その時夫婦で見物した。能の進行中、彼らは急に口喧嘩を始めたのだが、秀吉とその曹公の妻の間に早口で交わされる尾張弁はまるで鳥の声のようで、他の者には聞き取りにくかったという。これから見ると明智光秀が高級武家の共通語である室町言葉ができるということは大変な特技であったに違いない。彼はこの共通語のおかげで浪人の見ながら国々の大名を歴訪することもできたのかもしれない。光秀は信長が京を押さえてから京都係になった。室町将軍の足利義昭やその家臣、あるいは公家社会に出入りする役目で、これらの中性的権威にその都度織田家の意思を伝えた。光秀が織田家の重臣の中でただ一人室町礼法とその言葉を身につけた存在であったからに相違ない。英語のできない外交官というのは考えられないのと同じである。坂本龍馬はどの土地へ行っても土佐弁で押し通した。当時彼の性格の一端を語る逸話として彼の故郷で語り継がれた。もともと土佐方言というのは発音が明快だからどの土地でも用が足りたということもあるだろうが、一面彼が方言で押し通したということがそれほど話題性に富んだ事柄だとすれば、共通語、標準語が厳然として存在したということになる。その共通語がさようしからばござるである。当時武士が他藩の士と話すとき、互いに方言でやられてはかなわないので、この室町以来の共通語が用いられた。薩摩の西郷隆盛が京へ登ってきて公卿や諸藩の要人に会うとき、その薩摩弁を使わずこの共通語を用いたから意思疎通には少しも不自由しなかった。薩摩の大久保利通は幕末、街頭よりも座敷で活躍する謀略家だった。彼は公卿の岩倉具視と組み、両人で密談に密談を重ね、
幕末におけるギリギリの段階で革命というよりほとんど陰謀と言っていいような工作に従事した。大久保が明治11年5月赤坂清井坂で暗殺された後、岩倉は過ぎた幕末の頃を述懐し、彼と語り合った内容の大半は今も口にすることができないし、今後も私は口を冠して行かねばならぬであろうと言っているが、それほどの誹謗をひそひそ声で語るには共通語がなければならない。大久保がもし薩摩弁しか知らなかったら、彼は岩倉と棒組になって革命の大陰謀などはとてもできなかった。要するに、さようしからばござるである。ところが同伴の仲間との間でこの共通語は一切用いられることがない。西郷も大久保も共通語から見れば外国語とも言うべき薩摩語をしゃべっていた。拙者とか貴殿というのは、これは主として他国人に対して用いる言葉なのである。土佐藩でもそうである。土佐藩では脱藩して国境の峠を越えると、これからはおらおまんで行こうと申し合わせるのが決まりのようになっていたという。身どもお手前などとも言わない。土佐では僕をおらと言い、君というのをおまんという。無階級平等で行こうという意味である。藩士たちはそういう言葉を使っていた。巌流島のような言葉は使っていなかった。幕末文久3年の政変で京における長州藩が一夜で政治の舞台から転がり落ちた時、宮廷における長州ロビーというべき7人の苦行も宮廷を追われ長州へ落ちた。七行落ちと言われるのがそれだが、この三条実富以下七人の苦行の身辺を守っていたのが土方久元らの土佐脱藩浪士たちであった。三条らは長州では山口郊外の湯田にいた。後長州藩が幕府の征討を受けるようになった時、九州の太宰府に移った。三条らがこの太宰府の廃所にいる時、守護役の土佐浪士たちが自分たちだけでしきりにしゃべっている。無論巌流島語ではなく丸出しの土佐弁であった。それが奥家さんたちにはよほどおかしかったらしく、三条実富などはおほほほと息が苦しくなるほど笑ったという。ところがこの土佐者も三条実富に対しては武家共通語でものを言うのである。武家共通語の普及度は室町戦国の頃ならばせいぜい守護大名や持統宮とその家族たちぐらいにとどまっていたであろう。であればこそ織田政権における明智光秀の存在は得意だったのである。ところが江戸期になると参勤交代のおかげか、もっと下の層まで普及した。地方の侍が殿様のお供で江戸へ行く。江戸は人口の半分が侍と言われる政治都市で、諸国の大名の家来が上府やら勤番で定住もしくは臨時に滞在している。それらが他藩の侍に接触して事を運ばねばならぬため、江戸で巨大な共通語が言語勢力として成立した。それを毎回大量の勤番侍たちが国元へ持って帰ることによって、ごく自然に国元の方言に習性が加えられた。このため一国一藩の大半のあった城下の方言は江戸中心の共通語に転化しやすい性質のものになっている。例えば広島や岡山の言葉は今日大阪の方言の影響をあまり受けず、江戸の方言の影響をずっと受け続けてきたから、例えば今でも岡山県人柴田連三郎先生はごく自然に正確な東京弁の使い手になっておられる。
江戸期の武家共通語は室町言葉から系譜を引いているために、そしてその共通語の大本山が江戸城の殿中にあったため、各地方の大半の所在地にうまく拡散した。行政制度上、この拡散の恩恵を受けなかったのが今日大阪である。この髪型はほとんどが天領、幕府直轄領で、侍はわずかしかいない。京でも地役人といわれる京や大阪の奉行所の余力同心たちで、これらは江戸へ勤番することがない。このため京大阪が独特の言語圏になってしまった。無論この上方語圏にも他国人に話すための特別な共通語は発生し存在した。例えば船場語などがそうで、さいでござりますとかさいでごわすといった言葉だが、これは室町礼式の中でも公家礼式から系譜を引くように思われる。京の人は御所言葉を真似、大阪の人はその京の人が真似た御所言葉を真似損ねて船場言葉を作り上げた。となると、日本の共通語、標準語はもともと京で発生しながら、発生当初から公家と武家の2つの流れをなし、その後武家共通語が栄えたが、公家の方は変形しつつ京大阪に土着し、土語化し、あるいは商人語になったりして今日に至っている。この県内に生まれたものは一生関西なまりが抜けないのは、これはこれなりに現標準語だという意識が腹の底にあるせいかもしれない。終わり。ドアとして、著者司馬遼太郎。文芸春秋、話のくずかご14、謀殺。丹波と丹後は京都市の北部に広がって日本海に至る山岳地帯である。山中の小盆地ごとに都市があり、余計なことながら町の名を挙げると亀岡、綾部、福知山、園部などがあり、いずれも霧が深い。さらに日本海に面した丹後へ行くと、宮津、舞鶴など若狭湾に面した海溝がある。丹波、丹後を攻めよという命令を織田信長が下したのは天正3年であった。平定までにはほぼ6年かかっている。攻略の担当者は織田家の5人の軍団長の1人の明津光秀で、その属領として細川藤隆雄斎とその子忠興がつけられた。平定後はこの当時のしきたりとして、その司令官がその国をもらう、つまり請負であり、成功後は光秀が丹波の国主となり、雄斎が丹後の国主になるのだが、土地の連中としてはいい面の皮であろう。何しろ山が錯綜している地形であるために、屈強の山には皆山菜があり、無数の地侍が割拠していて、それらが連名して織田軍を迎え撃った。木こりまでが武装して山々を駆けるという状態だったから、当然ながらゲリラ戦になり、侵入軍である光秀も雄斎も苦しみ抜いた。光秀の神経が大いに衰弱して、この平定後、本能寺の変という、およそ政略的に好結果を生むはずのない行動へ飛躍してしまったのは、どう考えても政治的には理由の説明がつきにくい。政治よりもむしろ精神医学でこの前後の光秀を考える以外にないように思われる。というほどに戦況が進まぬところへ、信長からはやかましく特例してくる。これが光秀にとって脅迫になり、過労の上に焦燥が重なって、
このため彼の攻略法も手段も選ばなくなり、やり方が汚くなってきた。謀殺に次ぐ謀殺をもってした。本来光秀も有才も粗野な織田家の諸将の中では例外的な教養人であり、特に有才などは歌学では日本随一であったであろう。こういう彼らが自分の攻略法の汚さに自分自身が傷つかなかったはずがない。特に光秀という人の性格から察してそうであろう。むしろ丹後を担当した有才の方がこの当時苦行たちからも尊敬を受けた教養人でありながら、あるいはそれだけに煮ても焼いても食えない面が光秀よりはある。有才は後宮津と田辺舞鶴に城を築いたが、丹後攻略中は八幡三条という土地に昔からあった定石に仮設の削減所を設けて四方に兵を出していた。丹後というこの小さな国だけで彼が潰した城が26もあって、しかも一城を潰してもまた新しい城が別な山にできるといった具合だったから、ちょうどアメリカが経験したベトナム戦争のようなものであったろうか。その中で最後まで抵抗したのが竹野軍の地侍で高谷十郎兵衛というものであった。この高谷も連携する土着勢力が次々に崩されたので、細川家の家老米田助右衛門を頼って降伏を申し入れた。高谷もそのあたりは田舎者であった。最初の降伏者は優遇され、最後の降伏者は利用価値がないために殺されるという戦国の原則を知らなかったようであった。そういう田舎者だけに高谷には面白いところがある。銭を持っていけば許されると思った。自分を銭で買うのである。彼は銅線の穴に藁を通し、それを担いで八幡山上に登った。案内者は米田助右衛門であった。城内に入るとすぐ馬屋がある。その馬屋から有才の子の忠興が自分の馬を出そうとしていた。米田は若君ちょうど良いところにと言って、高三人の高谷十郎兵衛がこのように銭を担いで神妙に詫びを入れておりますと言った。と言って高谷は別に平服はしていない。この代々の山林の豪族は豪然と突っ立っている。高興はそのことにも腹が立ったのであろう。さらには散々手こずらされたことについての怒りもあったかもしれない。米田、この高谷が首を後ろへねじ向けよと怒鳴った。米田はあっと承知して高谷の首っ玉に飛びつき、首を後ろにねじようとしたが、高谷は無論抵抗した。ところが銭の束を右手に掲げたまま離さない。その右の高胴を忠興は長国の大太刀を振り上げざま力任せに切ったが、あばらに当たって歯が跳ね返ったため、すかさず米田が抜刀し、うつ伏せに倒れ高谷の背を刺した。剣先が地面を掘ったというから串刺してあった。その後忠興はゆっくり太刀を上げその首をはねた。この時門外では高谷の従者5人が何も知らずに地面にうずくまっていた。それを細川家の侍たちが取り囲み、寄って高くてナマスにした。アホらしいとも何とも言いようがない。この高谷とその老中が住んでいた丹後竹野郡というのは、今日でも交通が便利とは言いかねる峰山半島の一部で、中央の情報にも疎く、その生活文化も時代意識もおそらく中世そのものであったであろう。織田氏が中央で勃興したということも、
この桃源郷の人々にはどう受け取られていたか、彼らにすればそういう歴史像と対決したのではなく、自分たちの先祖代々からのところを守るだけのために頑強に抵抗したに過ぎないのであるが、後世の目から見れば、織田氏の天下統一ということが巨大な歴史的命題であり、そうには違いないが、その命題に祀ろわざる在所在所の弱者としか彼らの存在は扱われていない。古事記日本書紀以来、サバエナスアラブル神々は皆このように位置づけられてきた。この丹後の国の室町期の守護大名は一色氏である。戦国期に入って各地に起こった実力大名のために64州の守護大名はほとんどが没落した。多少とも戦国大名の実力を持った家は、日立の佐竹氏、甲斐の武田氏、駿河の今川氏、備前の大友氏、薩摩の島津氏ぐらいのもので、例えば信長の尾張の守護大名である芝氏などは消滅しまっており、家康の三河の吉良氏も有名無実になっていた。丹後の一色氏も実力こそ失っていたが、しかし後進地帯だけに土地の人々から親方様と呼ばれて、神秘的なほどの権威だけは残っており、館を田辺に持ち、別に防御用の城を宮津湾に突き出た岬に持っていた。当初一色義満氏と言ったが、無論類大の地方貴族で、一色の兵はわずか100人で、この鬼難を切り抜けるだけの力はない。細川軍が大挙して攻めてきた時、彼は兵100人で城を防ぎ、やがて城を捨てて逃げたが、結局は追いつかれて討ち取られた。この時老中38人がその場を去らず、ことごとく路上で戦死している。この義満の子を一色義貞と言った。義貞は相当な力量があったらしく、父義満とは別に弓木城という山城にこもって防戦した。この頑強な抵抗に細川雄斎忠興も手を焼き、光秀に相談した。光秀も当惑した。安土の信長の意向は常に急であった。信長にすれば、他の戦線との振り合いから見て、丹波丹後の攻略はこれほど時間がかかるようでは他に支障をきたすのである。そういう信長からの圧迫が光秀を焦らせ、結局は謀殺の手を用いざるを得なかった。謀殺がフェアでないということは戦国の頃でも十分認識されている。その案を出したのは雄斎自身なのか、それとも光秀が示唆したのか、そこはよくわからないにせよ、直接の担当者は雄斎であった。一色義貞宛てに使者を出し、貴殿の弓矢の強さは感じ入っている、ついては和睦したい、条件としては貴殿の所領として丹後五郡のうち竹野中熊野の三郡を認めよ、私は与謝と笠の二郡をもらえばよい、さらには一色細川領家の睦巳のために私の娘を貴殿に差し上げたいと申し送った。この戦国期に乱世にすれた東海道沿いの武将たちなら、この程度の調略にはごまかせられないのだが、一色義貞はこれを信じた。無論喜んでこの条件を受け、雄斎の娘を弓木城に迎えて婚儀を挙げた。婚礼から3日目には婿入りというものが行われる。一色義貞は友を率いて舅雄斎の居城である宮津城へ行き、書院において室町礼式通りの儀式を行った。舅への贈り物としては太刀と小袖、
姑への子育といった具合に義貞は型通りの品々を送り、その後儀式に入った。この場合、儀式の出席者には定めがある。姑と姑、そして小姑と、この場合忠興と、新夫婦だけで余人は入れない。杯の例がある。姑三婚、婿は二婚。その後贈り物を出す。義貞は牌を取って二婚すべく唇をつけた時、そばに着座していた小姑との忠興が飛び跳ね、抜き打ちに義貞の肩を切り、胸まで切り下げ即死させた。忠興は先にも高谷を殺し、今度も義貞を切ったが、この同時代の武将で自分で人を切った経験が忠興は最も多かったかもしれない。家康も秀吉も先人と日常を問わず、生涯自分が太刀を振るって人を切ったことはなかった。しかも有西にとっては娘、忠興にとっては妹の面前においてである。その婿を切った。これによって細川家の丹後十二万石が確定した。昨年丹後のこの辺りへ行き、宮津を足場にして一色家の遺跡でも探そうかとブラブラしてみたが、なんとなく面倒になって宿にいる時間の方が長くなった。その時土地の人から妙な話を聞いた。昔丹後の地侍衆がこもったであろう山村は、今は過疎地帯になりつつある。皆高賃金の太平洋岸に移っていくのである。ついに踏みとどまっているのは三軒か何ぞになった。ところがそれを聞いた太平洋岸のテレビ局が、滅びゆく山村といった風のドキュメント番組を作ることになり、機械を積んで退去してやってきた現代の織田軍というべきものであろう。戦後のこの種の番組は、特有のセンチメンタリズムを最初から形のように決めて、それに合わせて画面を作っていくように思われるのだが、山村の人々はその主題のムードでの弱者に仕立て上げられ、その挙句離村式をやっていただけませんかということになった。画面を最も感動的にするには、最後に残ったその数件の連中が山の鎮守さんにもう出て涙の離村式を挙げることであった。先祖代々村の結束の中心になってきた氏神も、この最後の離村者たち、彼らは離村しないのだが、そこは主題上その役回りになるが、山を降りてしまうと鳥居も朽ち、社殿もやがては崩れ果てるであろうといった風の演技をするのである。結局それをやった。この番組は好評で全国の話題を生んだ。哀れで滑稽なのは、この演技だけの離村者たちであった。彼らのもとに同情が集まり、宮津の町でも評判になったため、あれはテレビから頼まれた演技ですとも言えなくなり、ついに残ったものすべてが山から消えてしまったのである。織田氏の天下統一が文明としての大命題であったとすれば、今日の太平洋岸の工業的繁栄もそうであり、かつての織田軍のようにこの丹後の山村に登ってきたテレビの撮影隊もそうであるであろう。あんたテレビがですな、村を一つ消しやがったんですぜ、と言って憤慨したその人の動きには、かつての一色氏の怨念がこもっているようでもあった。終わり。